オージャックスさんでした。オージャックスさんは2013年に出場して3年連続でこの KMJ に参加しています。でこれまでに KMJ 賞ベストプレイヤー賞の受賞経験を持つということで、今回は10回記念大会ということで久々の登場となりました。